園芸ラボです。今日はなんとこのカエルちゃんプランター、これは渓流部位、港とかによくあるプカプカ浮いてる渓流部位をくり抜いて加工して作ったものです。これにイチゴを植えてみたいと思います。まずカエルプランター、面取りして加工して着色すればよりカエルらしさひときわなになるんですけども、このままでも十分味があります。そして大事なことなんですけども、これは非常に硬い材料でできているため土が乾きにくくなります。ですから排水穴を開けて、必ず排水穴を大きめにとって排水が良好に保たれるようにするという過程と、もう一つ重要なことなんですけども、非常に暑いんで中の地温が上がりにくいということになります。ですから排水対策と、もしかしたら初期の粘りが悪いかもしれないという、この2点を加味してイチゴを植えていきます。これは鉢底位置です。このビス穴、排水穴のところにそのまんまこれを引きます。でこの部分だけ目詰まりしないようにします。で土の容積が非常に少ないため、いちごというのは10リッターから14リッターに2株いちごが植えられることになります。ですからこの土はカエルプランターはおそらく4リッターぐらいしか入りませんので、本当はこの2株非常に辛いものがあります。そこは皆様1株植え2株植えする、自分とこの家庭のご事情に合わせてご考慮ください。そして用土です。市販の園芸用土に赤玉土の中流を加えて、排水不良にならないように流状構造を保った用土を用意いたします。市販の用土だけではおそらく排水が悪くなったり、土が痩せた時に隙間ができて水道ができてしまう可能性があるので、必ずカエルプランターを植えるときは赤玉土を植えてください。そして肥料ですけども、春先が暖かいのでうどんこ病対策として、この園芸用土に含まれている肥料分だけで肥料を入れずにやってみたいと思います。心配な方、あるいは肥料分の薄い用土の方は、化成肥料をこのカエルプランターに 10g ぐらいで十分だと思います。では土を最初に入れます。6分目ぐらい入れて鉢を合わせたいと思います。で、いちごの苗です。このような形状で売られています。福井県の場合は耐病性の強い方向早生が一番作りやすいということになります。